透明にこだわったガラスでかたどられた今年の干支、辰。大阪に隣接する八幡市橋本、住宅地に構えた工房でガラスの作品作りに取り組んでいるのは伊藤泰造さん。伊藤さんはデザイナーだった父の影響でガラス工芸の道を志し、東京の大学を卒業した後、北海道の小樽で修行の日々を過ごしました。小樽の町っていうのは、まあ、ガラスの町っていうのもあって、で修行のする場所としてはすごい最適な環境でできるなというふうに思ったので、飛び込んでいきました。辛いです。むちゃくちゃ辛いです。その当時はね、やっぱり厳しいなというふうに思いながらね、でも負けてられないなというふうな思いを込めて頑張ってました。2010年、15年にわたる修行を終えた伊藤さんは、生まれ育った八幡の地にサングラススタジオ京都を構えました。八幡市って、まあ、いろんないいものがたくさんある中で、でもなかなかこう有名になっていかないというか、こうもったいないなというふうに思いながらね、いてたんで、ぜひここから八幡から発信できたらなというふうに思ってここを選びました。サングラススタジオ京都、伊藤さんのガラス工房にやってきました。今日はこちらで吹きガラス体験ができるということなので、早速お邪魔してみたいと思います。こんにちは。こんにちは。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ガラスの魅力を多くの人に伝えたいと行っている吹きガラス体験では、コップ、一輪挿し、小鉢のいずれかを作ることができます。私は小鉢を作ることに。最初に自分が作りたい作品をイラストで表現してみるのですが、なんか何の絵かわからないよ。好きな色を何色混ぜても大丈夫なんで、言っていただければと思います。何系が好きですか？やっぱり明るい色が好きですね。明るい色、はい、ピンクとか赤とか黄色とか。これもガラスなんですか？そうです、色ガラスを、粒状にしたやつです。で今ここに透明なガラスが溶けてます。で大体今窯の温度は1300度ぐらい。だってもうこの距離、今日かなり外寒いんですけどめっちゃ暖かいですよね。冬場は、ね、いいんですけど、ね、夏場になるとすごい暑い。確かに、はい、めっちゃ上手な人みたいな、ベテランみたいになりますけど、頑張ります。まあ、先ほども言ったようにこのガラスは今1000度ぐらいあります。でまずこんな感じで透明なガラスを巻きます。はい。でこの段階、柔らかい段階で先ほど選んでいただいた色、これをくっつけていきます。もうつけるんですね。はい、で柔らかいうちにつけます。あ、なんか水飴みたいな。こんな感じでくっつけるわけですね。はい、そしていよいよガラスに息を吹き込みます。こちらの方からゆっくりと長く吹き続けていってください。ゆっくりと吹きます。はい、お願いします。はい、 OK です。はい、まだちょっと入ってないです。だいぶ息吹き込んだんですけどね。ポイントは息を漏らさないようにしっかり吹き込むこと。はーい、 OK です。バッチリです。はい、バッチリです。結構膨らみましたよね。膨らみました。はい、ガラスが熱いうちに小鉢の口元を広げていきます。離しながら入れて広げて、中心を捉えながら回しながらっていうのが難しい。だいぶ口が広がって、なんかこう器らしさは出てきましたよね。あ、かわいい、綺麗。どうですか？あ、もう完璧です。完璧。はい、はい、そしたらじゃあこれで出来上がりにします。はい、ありがとうございます。いや、楽しかった。作品は1日かけて冷まして完成となります。
繊細な作業を続けてずっとずっと温度と向き合ってようやく1日かけて一つのものできるんですね。すごい。伊藤さんの作るガラス製品は各地のデパートなどで開かれる作品展でもその美しさとアイデアが人気を集めています。ガラスでできた剣山は花の優しい雰囲気を損なわないと人気の商品。また伊藤さんはガラス製品を通して八幡の魅力を PR したいと竹の箸置きを作りました。ガラスに竹の繊維を混ぜ込んだこの箸置きは八幡市が認定する地域特産品のブランド八幡からにも認定されています。八幡のね、あの竹っていうのはすごい有名で、まあ、それをなんとかこうガラスにこうできたらなというふうに思って、そうした中で箸置きっていうのはすごい竹のぴったりこう、イメージとして合うのでそれを作ろうと思いました。職人としてではどういった職人になりたいですか？日々の生活を豊かにするという器と、まあ、それが一つのテーマと、あとはまあ作家としての活動もしたいなというふうに思ってまして、まあ、その作家活動としてはあの日本の四季っていうのをテーマしながらこういろいろとこうその風景であったりとかいろいろとさまざまな四季折々の風景を描きながらこうそれをガラスにイメージとしてこう伝えていくっていうのをやりたいなと思ってます。生まれ育った八幡の地でこれからも伊藤さんは息と思いをガラスに吹き込み続けます。